にちは、くまみきです。この度パチパチファクトリーからちょっと大人なアイテムが登場しました。こちらのブレスレットと指輪です。パチパチファクトリー×クリベットということでね、モデルでハンドメイドクリエイターの海老原梨沙ちゃんのブランドクリベットとコラボということで、こちらのブレスレットとリングが登場しました。このリボンの色とかエビちゃんとねいっぱい相談しながらね、あとこのパーツとかも一個一個ね、このパステルだと音符がついてるし、このレッド系だとハートで、このブルー系だと星がついてたり、あとプラプラってついてるねパールのところにもそれぞれ違うパーツがついてたりとか、もうこのポンポンの色もねすっごいこだわって選んだりとかして、どのカラーも少しずつ違う色になってます。でこのリングの方もすっごい可愛いんだけど、それぞれねこのブレスレットに合うようなカラーバリエーションで用意しました。もうこれエビちゃんが一個一個ハンドメイドで作ってくれてます。そして今回このねコラボアイテムお買い上げだと、このねちゃんと袋作ってみました。この袋の中にねアクセサリーを入れてお届けするので、クリスマスプレゼントにぴったりかなと思います。そして今回クリスマス間近ということでスペシャル企画用意しました。ハッピーホリデースペシャル企画ということで、今回のこのコラボアクセサリーどれか1点と、あとパチパチの商品どれか1点の以上2点を一緒にお買い上げいただいた方、先着50名様にこちらの缶バッジをお届けしたいと思います。おなじみのユニコーンがクリスマス仕様になってます。こちらなんと非売品です。先着50名様だけゲットできます。この今回のコラボアクセサリーとなんかなんですけど、まあコラボアクセサリーとコラボアクセサリーでもいいし、コラボアクセサリーと何を組み合わせるかは自由です。ほんとこのアクセサリーもすごい可愛いし、この缶バッジもねすっごいレアなので、ぜひぜひチェックしてください。動画概要欄にショップリンク貼っておきます。そしてオープニングにも一瞬流れたんですけど、こちらアーティストのグーグさんがクリスマスの夜をイメージして、今回のコラボアイテムのために素敵な音楽と映像を作ってくれました。今夜はこちらの映像でねお別れしたいと思うので、ぜひ最後まで見てください。そしてこちらの音楽フルバージョンで全部聴きたいという方は、動画概要欄にリンク貼っておくので、こちらもぜひぜひチェックしてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。